ここまで来れば大丈夫です。やったです、町に着いたです。ほらね、やっぱり信じて正解だったでしょ。周りにも追ってらしき人たちはいないようですし、どうやら完全に巻いたようですわね。さて、無事に逃げ切れたことですし、あなたたちにはある人に会ってもらいます。それが私たちを助けた目的？はい。まさかルイの女神が先回りしてこの町に来ているというわけではありませんわよね。外れではないのですが、そのあたりは答え方にちょっと迷いますね。やあフィナンシェ、久しぶりだね。ふん、素敵なお嬢さんを2名も連れているように見える。彼女らが以前君が言っていた例の？はい、教会に追われていたところをなんとかお連れすることができました。なるほど。私の名前は、そうだな、兄とでも呼んでくれ。こちらは弟。兄さんと弟さんです？不思議な名前です。本当の名前ではないよ、コードネームのようなものさ。ねえ兄ちゃん。ああそうだとも。ところで、メガネの似合う金髪のお嬢さん、あなたのお名前を我ら兄弟に教えてはいただけないでしょうか。まあ素直な方ですのね。私はベールと申しますわ。ベール、なんとも慈愛に満ちた豊満なる響き。ぜひベール様と呼ばせてください。ええ、構いませんわ。ではピンクの髪のあなたの名前は何というのですか？私です。私はコンパって言うです。コンパさん、まるで天使のような豊かな響きの名だ。私初めて名前を褒めてもらったです。私ネプチューヌ。私はアイエフよ。フィナンシェよ、これからこの方々はあの方に。はい、少し複雑かもしれませんが、それでも力になってくれると思うんです。では僕たちも共に行こう。レディーをエスコートするのは紳士の役目だ。コンパさん、さあこちらへ。ありがとうございますです。ベール様も私とご一緒に。この辺りは滑りやすくなっているので気をつけてください。あら、お気遣いありがとうございますわ。ねえアイちゃん。ネプコ、あんたも気づいてた？あの二人私たちのこと無視してるよね。絶対コンパとベールだけひいきしちゃってさ。何のつもりかわからないけど、久しぶりにカチンときたわ。ごめんなさい、あの二人は胸の大きな女性しか眼中にない少々特殊な兄弟なので、どうか気を悪くなさらないでください。なんだと？ここに来て胸で差別？なんなのよこの大陸は。許せないよアイちゃん。ネプコ、私が許すわ。変身でも何でもしていいから、あの二人をギャフンと言わせてやるわよ。オーケーだよアイちゃん。あん、どうしたのよネプコ。ちょっとそこの二人待ちなさい。この声はな、あのチンチクリンがいなくなった代わりにナイスバディなお姉さんだと。これが私の本当の姿よ。我ら兄弟、未熟ゆえに見た目の豊かさしか見抜けなかったことをお許しください。あの、名を何と申されますのでしょうか？ネプテューヌよ。ああ、なんと甘美なる響きの名前だ。まるで心が洗われるような、まるで女神のような名だ。てか、おいネプコ、
裏切るの？ごめんなさい、アイちゃん。これも私の姿なの。ね、ネプコの裏切り者！この人たちで本当に大丈夫なんでしょうか？ベール様、まるで女神のような素敵な名だ。女神だけどな。ネプテューヌという名もまるで女神の名を冠しているような素晴らしい名前だよ。女神だけどな。アイちゃんがすっかりやさぐれてしまったです。ところで、これからどこに行くんですか？そういえば、女神のような美しい女性に目を奪われ、すっかり忘れてしまっていたよ。女神だけどな。大きいことは罪だね、アニちゃん。小さくて悪かったな。端的に説明しよう。我らはレジスタンスだ。レジスタンスというのは分かりましたわ。けれども、何に対してのレジスタンスですの？それはもちろんルイの女神、ホワイトハート様に対するレジスタンスさ。なんですって？ああ、わかるわ。ホワイトハート様も貧乳でしたもんね。どうせ胸のない女神様を下ろして、自分たち好みの胸の大きな女神様を祭り上げようって魂胆なんでしょ。はいはい。ネプネプ、アイちゃんのやさぐれ具合がひどくなっているです。ごめんなさい、アイちゃん。私が裏切ってしまったせいで。アイちゃんの予想そのままでしたら、私としてはまんざらではありませんわよ。もう、それは本当ですか？あなたのためなら我ら兄弟は地の底までお供いたします。この二人に説明させると面倒なことになりそうなので、私が説明しますね。ルイは他の三つの大陸とは異なる独自な文化を持つ、子供も老人もみんな笑顔の絶えない平和な大陸でした。しかし、ここ最近になってルイは他国侵略のために武力を強化するなど、かつての笑顔あふれる大陸とは程遠い過激な軍事国家へとなってしまったのです。まさかあのルイがそんなことになっていたなんて。もちろん、そんなの私たち国民が望んだことではありません。すべてはホワイトハート様の独裁政治によるもの。だから私たちはかつてのルイを取り戻すためにレジスタンスを結成したんです。アイちゃんは知ってまして？どうせ私は小さいですよーだ、小さいですよーだ、小さいからなんだっていうのよ。まだダメージが残っているみたいですわね。ヘプネプ、アイちゃんがひどくなる一方です。思っていた以上に気にしていたのね、アイちゃん。アイちゃん、いい加減にしないと、私アイちゃんのことを嫌いになってしまいますわよ。クールでかっこよくて、そしてたまに見せる可愛らしい一面が好きでしたのに、腐った魚のような目をしたやさぐれたアイちゃんなんか、私のアイちゃんなんかじゃありませんわ。私の情報によれば、ルイが武装を始めたのはここ数ヶ月の間。なんでもある日突然人が変わったかのように、ホワイトハート様が過激な方になったみたいよ。さすがアイちゃんですわ。なんという変わり身の早さなの。ネプコもそろそろ変身を解いたら？いざという時に疲れて変身できなくなっても知らないわよ。それもそうね。ハート様に何があったんです？フィナンシェさん。それは私たちの口から説明するより、これからあなた方に合わせる方に聞いた方が早いと思います。さあ、ちょうど着きましたよ。失礼します。こちらが先日ご説明した強力な助っ人の方々です。
今忙しいの。悪いけど帰ってもらって。せっかくの助っ人ですよ。無限に返すわけには。なんでホワイトハート様がここに？ここは私の部屋よ。いて何か文句ある？こちらにおられるのはレジスタンスのリーダーであり、ルビーの女神であるホワイトハート様ことブッ。なんだって？わけのわからない状況すぎて、ネプネプが変な顔になっちゃったです。うるさいわね。騒ぐなら外で騒いで。なんとなくですが、状況が飲み込めてきましたわ。フィナンシェ、このブランが本物なんですわね。はい、その通りです。何？ベル、どういうこと？一人だけ分かってずるい。私にも分かるように説明してほしいです。ベル様、本物ってどういうことですか？一度に質問されても。フィナンシェ、あとは説明してくださる？いや、ここはベール様のために私が説明しよう。コンパさんのために僕も補足するよ、アニちゃん。なんだ、あなたたちもいたのね。しかし、改めてベール様と比べると、我らが女神の胸はなんと貧相で嘆かわしい。何か言った？いえ、何でもありません。話が進むんだろう。ああ、結論から説明すると、この国は偽物のブラン様に乗っ取られてしまったのです。コンパさんたちが教会であったであろうブラン様は偽物、宣教師のコンベルサシオンが化けた姿さ。コンベルサシオンですって？コンベルサシオンを知っているようなら話は早い。そのコンベルサシオンという宣教師は他者の能力を奪う力を持っており、ある日ブラン様は不意をつかれて、奴に女神としての力をコピーされ、そして国をも奪われた。あいつの顔は思い出してもむしゃくしゃする。信用してたのに。それで、つまりあなたたちは国を取り戻すためにレジスタンスを結成したというわけですもんね。そうよ。ちょっと待って、あなたどこかで見た気が。久しぶりですわね、ブラン。ベール、なんであなたが。まさかルイを。安心してくださいな。私がルイに来た理由は、アイちゃん、いえ、ネプテューヌのお手伝いとコンベルサシオンに借りを返すためですわ。じゃあやっぱりその小さいのは。ヤッホー、ブラウン、久しぶりだねって言っても、私は全然覚えてなくてごめんね。まさかネプテューヌがこの国を。いえ、ハード戦争で勝つために私を。ストップ、ややこしくなる前に言っておくけど、私ブラウンと戦うために来たんじゃないから、それだけは信じてほしいな。それに私、記憶喪失だから、ハード戦争のしがらみとかわかんないし、ブランとは、ノワールやベールみたいに、仲良くなりたいと思ってるんだ。記憶喪失？あなたが？それは私たちが証明するです！そこまで言うなら、信じてあげるわ。どうです、ブラン様。これ以上にない助っ人ですよね。確かに。フィナンシェの言う通り、これ以上ない助っ人ね。けど、協力してもらうつもりはないわ。これはルビーの問題よ。他国の女神は帰って。このくらい、私一人で解決してみせるわ。ブラン様。何事？この揺れ、どうやら外からのようだ。ブラン様、大変なの。あ、ラダンだ。おひさ、こっちに来てたなら
ら連絡くれればよかったのに。誰？ランラン豚だから難しいことわからないよ。ネプテューヌ、そのランランは私が子飼いにしているランランとは別人ですわ。え、そうなの？てっきり同じ人かと思ったよ。それで何があったの？教会のレジスタンス狩りなの。ブラン様を差し出さないと皆殺しにするって言ってるの。あの野郎。大丈夫なの？ブラン、フラフラだよ。あいつのせいでシェアが減ったせい。けど問題ない。くれぐれも無理はなさらないで。わかってる。とうとう姿を現したわね、女神を語る偽物が。その言葉そっくりそのままあなたに返すわ。相変わらず強がりだけは一人前ね。けどそれも今日で終わり。そこの邪教とともども始末してあげる。来て、キラーマシン。行くのよ、キラーマシン。見せしめに、この町もろとも皆殺しにしなさい。町もろとも、皆殺し、だと。ナポ、ブラン？てめえ！私だけじゃ飽き足らず、町もみんなも皆殺しにするだと！ふざけんじゃねえ、このカスが！ナポ！それはもう鬼神のごとく。おいガイア、ごちゃごちゃうるせえぞ、黙ってろと言った感じの方です。これが巷で噂のキレる若者ってやつですね。わかります。偽物が何をほざこうが無駄よ。キラーマシン、あとは任せたわ。てめえ逃げんのか、待ちやがれ。てめえが代わりにやろうってのか。望むところだ。ネプネプも変身するです。ベール様もお願いします。アヤイさん、任せてくださいな。何てめえらまで女神化してんだ。言っとくが、助立ちは無用だぜ。まだそんなことを。町の人たちの安全もかかってるのよ。女神としてたとえ他国の国民とはいえ、見捨てるほど非情ではありませんわ。ちっ、好きにしろ。本気で相手してやるぜ。これ以上好きにはさせませんわ。その動き封じさせていただきますわ。私の番。私は負けない。効かねえぜ。手足してやるんだ。覚悟はよろしいかしら。
まとめて貫きなさい、シレットスピア。私の番ね。クリティカルエッジ。いつでもいけるぜ。こいつは痛えぞ。準備は整っていますわ。まとめて貫きなさい、シレットスピア。こんな攻撃、クリティカルエッジ。いつでもいけるぜ。こいつは痛えぞ。準備は整っていますわ。遅い遅い。相手は誰？私は負けない。いつでもいけるぜ。この準備は整っていますわ。遅い。私の番ね。私は負けない。準備は整っていますわ。はあ、私で終わりにしてやるぜ。おら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 。覚悟はよろしいかしら。くらいなさい。相手は誰？クロスコンビネーションで切り裂くわ。雑魚が生きがってんじゃねえぞ。準備整っていますわ。遅い。はは、決めさせてもらうわ。確実に仕留める。遅い。ブレイズブレイク。これ以上好きにはさせませんわ。遅い。食らいなさい。いつでもいけるぜ。行くぜ。この雑魚が生きがってんじゃねえぞ。私の番ね。確実に仕留める。やっ、ブレイズブレイク。覚悟はよろしいかしら。少しもったいない気がしますが。私で終わりにしてやるぜ。雑魚が生きがってんじゃねえぞ。覚悟はよろしいかしら。セイ。はは、私の番ね。これが私の必殺、ネプチューンブレイク。とどめよ。この姿でこうも苦戦するなんて。ラステーション製だかなんだか知らねえが、ただのガラクタだったな。さすがに女神様3人が相手ではどんな機械もガラクタだとは思いますが、けどまさかラステーション製の兵器まで持ち出してくるなんて。気のせいならいいのだけど、以前戦ったものより性能が上がっている気がする。フィナンシェ、あなたは引き続き教会内の動向を探ってちょうだい。特に輸入兵器あたりを頼むわ。くれぐれも気づかれないように。はい、わかりました。
けど、いい？何？鍵のかけらってアイテムを探してるんだけど、知らない？聞いたことがないわね。何に使うものなの？どこかに封印されてるイースを復活させるのに必要なんだ。それがあなたたちの旅の目的？うん、そうだよ。でもって私についていろいろ教えてもらうんだ。そういえば記憶喪失だったわね。そうだよ、今時珍しい記憶喪失系主人公とは私のこと。じゃあきっとあの時の戦いが原因で。そして私はコンベルサシオン、いえマジェコンヌに女神の力を奪われていた。マジェコンヌ、それがあいつの本当の名前。これは女神同士で争っている場合じゃないかもしれないわ。ええ、ネプテューノと旅をして気づいたのですけれど、私たちは互いを知らなさすぎますわ。私たちは一度4人で話をすべきなのではないのかしら。確かに。けど私たちそれができるの？難しいかもしれませんわ。私たちはおそらく互いが互いを憎んでいる、生まれながらの宿敵として。けど幸か不幸か分かりませんが、ネプテューヌが記憶を失ってくれたおかげでこうして巡り合うことができましたわ。え、私？やだな、急に話をぶらないでよ。まだ心の準備ができてないっていうか。当の本人はこんなですけど、おかげで戦場以外の場でこうして私たちが顔を合わせられたのも事実ですわ。あのさ、話が難しくてよくわからないんだけど、とりあえずみんなでルビーを救って、それから4人でお話しようよ。みんなでルビーって、あなた何簡単に言ってるの？だってブラン大陸を乗っ取られて困ってるんでしょ。でもってフィナンシャたちも困ってるんでしょ。だったらみんなで協力して助けてあげようよ。みんなで意地なんて張らずにさ、女神は助け合いでしょ。ネプテューヌ、本来私はあなたやルイを助ける義理などはありませんが、マジェコンヌに借りを返さなければいけませんし、ついでに協力して差し上げますわ。みんなお願い、ルビーを助けて。私はどうなってもいいけど、フィナンシェや国民のみんなだけは。まったくもう